アソシエーション・ドゥ・セルベット・フットボール・クラブは、スイス西部、ジュネーブ州の州都ジュネーブを本拠地とする、サッカークラブチームである。1890年3月20日に創立された、フランス語圏スイスの最も有名なクラブの一つであり、17度のリーグチャンピオンシップと7度のスイスカップを獲得した。また、スイスリーグが創設されて、以来2千六年に破産し、カブリーグへ降格するまで、 一部リーグに止まり続けた唯一のクラブであった。1970年代後半にクラブは黄金期を迎えた。1978から1979シーズンにはストライカーのウンベルト・バルベリソを擁してスイス国内4大タイトルを無敗で制し UEFA カップウィーナーズカップにおいても準々決勝に進出したがドイツのホルトゥナ・デュッセルドルフの前に敗れた。 1990年代に、イリクラブは深刻な財政危機に直面したが、1996年12月に、フランスの放送局カナルプリスによって買収され一時的に状況は回復した。しかしマルクロジェール会長の長期間に及ぶ失策により再び多額の負債を抱えるようになった。そのような状態にもかかわらず、クリスティアン・カランブーラの有名選手を獲得したことで、 財政状況はますます悪化。ついに2004年9月には選手に対する給料未払いの問題が発生し、2005年2月4日クラブは1000万スイスフランの負債を抱え破産、返済のために多くの有力選手を売却した。また制裁措置によりサンブリーグへ降格となった。若返ったクラブは2005から06シーズンにチャレンジリーグに昇格し、 2006から07シーズンは7位の成績となっている。2010から11シーズンはチャレンジリーグを2位で終え、続くプレーオフで勝利を収め、スーパーリーグへの復帰を果たした。2012から13シーズンはリーグ再開に終わり、チャレンジリーグへの降格が決定した。スタッド・ドゥ・ジュネーブ現在のホームスタジアムはスタッド・ドゥ・ジュネーブ。3年の建設期間をかけて、 2003年3月16日に完成。初試合はセルベット対 BSC、ヤングボーイズの組み合わせだった。同スタジアムはスイス国内で3番目に大きなスタジアムで全席フルシートの3万84人の収容能力を誇る。また2008年に開催されるユーロ2008ではグループ A の3試合が行われた。 スタッド・ドゥ・ジュネーブの完成以前はスタッド・ドゥ・シャルミルを使用していた。初試合は1930年6月28日、1万4千人の観客を集めて行われた。公式な収容人数は3万人とされているが、1951年10月14日にスイスとフランスの間で行われた試合では4万人の観客を収容したという記録が残されている。その後、 警備や安全上の問題から立ち見席を廃止して座席へと交換する改修工事が行われ、1985年には収容人数は2万人に減少。1998年に最後の改修が行われ、全席フルシートとなった時点では9250人にまで減少した。老朽化した同スタジアムに対し新スタジアムの建設計画が持ち上がり、 プロジェクト委員会が1992年に設立された。既存のスタジアムを4年以内に改築する案と、ジュネーブの他の土地に新スタジアムを建設する2つの案が出され、1995年に改築案は安全上の問題から不可能であると判断され、新スタジアム建設が決定した。2000年に建設が始まり、完成するまでの3年間に、 クラブは一つのスイスリーグとカップトロフィーを獲得した。そして最後の試合は満員の群衆の前で2002年12月8日に行われ長い歴史の幕を閉じた。ありがとうございます。